ぞミノミュージックへ。どうもミノです。本日はですねスペシャルゲストハリーお越しいただいております。本日お願いします。お願いします。結構何回かねうちの動画出てもらったことがあるんですけど、まあ、ちょっとハリーと俺が出会った経緯を説明すると、レディットで日本のバンドのこのアイスバーグ・オブ・ジャパニーズ・ロック・ミュージックみたいなの表を作ってて、ちょっと今画像出しますけど、すごい日本の音楽に詳しい外国の方がいるなと思ったら、まあ、まさか日本に住んでいてでそこはちょくちょく会ったりしていろいろ情報交換をしてるんですけど、まあどうやらハリーがちょっと日本の低音楽ファンに言いたいことがあるみたいなんで、それについて動画撮っていきたいと思うんですが、日本のインディーシーンがね今特にすごい興味を持っているみたいで、はい、めっちゃ好きです。週どれくらいライブハウス行ってるんだっけ。まあ週1回は必ず週1回必ず行って、まあ、大体それを超えるけど日本のインディーシーン何がそんなに魅力的なんですか。もともと初めて知ったのは日本の旅行中、渋谷のタワーレコードに行って、まあ、そこで、まあ、ラブリーサムちゃんっていうアーティストの CD を見つけて、彼女を通して他のインディーズアーティストを見つけて、とにかく最初はびっくりしました。こんな広くて、まあ、奥深いサブカルチャーがあったのに、なんで誰も教えてくれなかったのって。特に海外の人たちからすると、もう全然そういう情報とかも多分ないし、そうそうそう、完全になんかフロンティアだったみたいな感じかな。そうそう、日本の音楽調べると、まあ、やっぱりアニソンとか一番有名のポップアーツもキャリーパミパミとか。ああ、まあまあまあ、まあ、最近だとちょっとそのコアな音楽ファンにはシティポップとか、渋谷系とかもだんだんちょっと浸透してる気もするけど、まだインディーシーンは本当にフロンティアという感じかな。そうそうそう、まあ、特に当時は、まあ、2015年だったから。でもそうかそうか、シティポップもまだそんな、ね、そうそうそう。あとその時は日本のメジャーなアーティストまだサブスクとかにはなくて。あ、そっか、そういう時代ね。ちょうどその直前だったから、まあ、日本に興味がある僕は調べても聞けないことが多くて、サブスクにもなかったし、まあ、YouTube にもなかったし、MV があってもなんかショートバージョン。それね、そう、それちょっと日本の音楽業界の不思議なところっていうか、こういうこと言うと怒られるかもしれないですけど海外の人にとってアクセスしにくい状況があった、ね、そうそうそう、とにかくもっと知りたくて知りたいなとなって、でもさ、ハリーはロンドン出身ですよね。そうロンドンって言ったらだって世界でも最も豊かな音楽シーンが、まあ、それこそ今サウスロンドンのねインディーロックバンドとかも世界中でもう本当にやばいよねみたいになってると思うんだけど、それでも今ロンドンを離れて日本に住んで、こうして週1回以上ライブハウスに通おうってなるぐらいのエネルギーはどこから来たの。一番違うのはロンドンはやっぱりミュージックシーンが豊かですけど、なんか東京の下北沢とか高円寺みたいにライブハウスが密集している場所はあまりなくて。あ、そうなんだ。そう、まあ日本に引っ越してきて行きやすいからシーンがすごいギュッとしてて、そうそうそう、まあハマりやすいって感じで、まあ、やっぱりロンドンに住んでるとそのなんかロンドンのシーンはまあ当たり前だと思ってたっていうのもあったかもしれないし、で、もう今好きが高じてというか好きすぎて最近はドキュメンタリー映像とかもね、はい、撮ってるみたいで、まあ、本当に日本の、ね、音楽を愛する僕みたいなのからしたらすごくありがたいというか、ドキュメンタリー映像は海外に向けて作ってるって感じなのかな。まあ両方ですね。両方、日本のオーディエンスと海外のオーディエンス、はい、そうそう、まあ、驚いたのは日本に来て、あ、僕なんか下北沢よく行ってますとか、日本のインディーズバンド好きですとか言っても、ほとんどの人は、え、何それ、日本人ですらちょっとそこをあんまり知らないんじゃないかっていう。そうそう、下北沢にライブハウスがあるすら知らない。あ、まあ、だから日本にも、いや世界から見てもすごいサブカルチャーがあるよっていうことに気づいてほしいし、まあ、認めてほしいし、でそれと同時に世界にも実はほとんどの人が知らない日本のミュージックカルチャーがあるよっていうことをまあ発信したいです、伝えていきたいなと。ドキュメンタリー映像はどういう内容なんですか。なんか特定のアーティストにフォーカスしてますみたいなのあったりする。そうですね、まあ、それぞれのエピソードでアーティストを選んで、まあ、練習のスタジオに入って、あ、そっからも撮るんだ。その裏も撮ってインタビューも撮って、でライブ映像、ああ、やっぱりこのサブカルチャーの素晴らしさを分かるには、実際に行ってみることが一番大事だと思います。行ってみないとその雰囲気分かんないし、現場にねちゃんと行って、だからまあ現場に行けない人のために必ずライブ映像も入れてます。あ、日本に住んでてもやっぱ地方に住んでる学生とかはやっぱ東京のライブハウスまで行くの難しいとかもある
と思うから、うん、そういうの嬉しいよね多分、はい、エピソードごとに取り上げたアーティストはそれぞれ誰になるんですか。第1話はジョニバン。ジョニバンね、はい、2、はい、人も大好きな。そう、ジョニバンは俺も好きすぎて、あの、うん、この間アップルミュージックのマット・ウィルキンソンっていうイギリスのホストがやってるイギリスの番組に俺が5回ぐらいエピソード出させてもらって、まあその時にもジョニバン紹介してもマジでかっこいいから聴いてみたいな感じで、俺ら2人でね頑張ってちょっと海外に出していきたいみたいになってるアーティストだけど、他はどんなアーティストですか。第2話はブラザーサンシスタームーンという大阪出身の、うんうん、大阪のバンド、そう、うん、ドリーミーでサイケデリックな、うんうんうん、バンドで今上京してますけど、うん、上京前は東京のライブやるときは僕必ず行くことにして、うん、絶対に見逃したくないライブ、うん、それぐらいもうファンで、そうそうそう、うん、でようやくじゃあ今東京に本拠地を移して活動している、うん、そうそうそう、うん、で第3話はウォーターっていう、うん、まあロックバンドですけど日本のレイブカルチャーの先駆者でもあります。結構ベテラン、結成したのは2018年ですけど、まあ、まだまだ、そうそう、まあ、先駆者っていうか、うん、まあ、引っ張ってるっていうか、うん、まあ、自分のフェスとかイベントとかをやって、うん、それにたくさんのなんかテクノの DJ とか来るようになりとかして、まあ、Y2K リバイバルの味が強くて、うん、なるほどね、はい、結構幅広いジャンルのアーティストを選んでるというか、そうです、うん、まあ、奥深いシーンだし、うん、できるだけ見せていきたいなと思って、うんうんうん、まあ、やっぱりあの全部のアーティストは視聴者のみんなの趣味に合わないわけだから、できるだけたくさん見せて、そうだよね、そうそうそう、うん、確かに、でそのシリーズがどん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 これから発展していけば芋づるでどんどん視聴者があこれもいいなあれもいいなみたいになってって、この間ちょうど俺動画でランプが海外でサブスクですごいことになってて、うん、Spotify の月間再生100万超えてみたいなのをちょっとあの動画で撮ったんだけど、ランプに関しては俺そのなんで人気が爆発したかちょっとよくわかんないっていうか、多分本当に口コミ徐々に徐々にっていう感じだったと思うんだけど、紹介されるポイントがもっと増えていけばそんなに時間がかかんなくてもすぐもうボンって出ちゃうような状況になってでもおかしくないのかなと思って、うそうですね、よく思うのはこのなんかインディーズ層のアーティストはメジャーよりも海外のアーティストから影響を受けてる感じがします、うん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 、だからすぐ売れると思います、なんか、うん、もう海外の人の趣味に合っているから、あもう最初からそっかそこがもう合っちゃってるから、そうそうそう、うん、サウンドメッセージが届いたら、うん、すぐファンができると、ハリーはもうその言語の問題はそもそもあんまり関係ないんじゃないかってこの間ね、うん、あの動画で言ってたと思うけど、もうそこもやっぱりなんか最近はクリアされてるからすぐ受け入れられるみたいなのがあるのかな。そうですね、まあ言語はそんな問題じゃないと思うし、うん、アーティスト側もちょっと頑張ってなんか英訳とか公開したらファンができることにつながると、うんうんうん、思いますけど、全然そのままそのままでもいいけど、熱心なファンはやっぱり何を言ってるかは役を見てでも知りたいなっていう人もいるかなっていうことかな、うんうん、インディーって括りで今喋ってるけど、最近やっぱメインストリームもちょっとオルタナティブになってきてる気がするというか、まあ米津くんあたりからかな、米津くんが出てきてサチモスが売れて、で今もうキングヌーとかがねすごいあの存在感ある状態になっていて、国内でもこういったねあの下北のライブハウスとかで演奏してるバンドがどん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 もうメジャーになっていくって現象も全然起きうるのかなと思ってるんだけど、そのあたりはどう思う。この辺のバンドはすごいなんかクオリティが高いし、うん、やっぱり社会はそんななんかオルタネにちょっとなってきてると思う、うん、からまあ絶対にあり得ると思います。問題なのはなんかレーブルにあるのかな、その企業側そのなんかリスクを取りたいかどうかっていう。なるほどね。そもそもちょっとそういうビジネスっぽい環境にわざわざ飛び込んでいこうっていう野心があるかっていうかね、うん、どう本人たちといっぱい取材してると思うんだけど、うん、彼らはなんかそういう平たく言ったら売れたいみたいな気持ちはあるのかな、うん、そうですね、ドキュメンタリーシリーズを作る前に、うん、本当に作っていいのかなと。あ、そもそも、うん、そうそうそう、もっと人がこのシーンを知ったらその特別さがなくなるのかなって悩んだことがありましたけど、アーティストと喋って、うん、ライブハウスのイベンターさんと喋って、まあ、やっぱりアーティストは売れたいっ
し、ライブハウスのオーガナイザーは、まあ、一番苦しむのは集客だし、もっと広めて、いや本当に広めて言われたから、うん、だから結局ミュージシャンも売れたいっていうか、お金が入れば好きなものもっと作れるし、うん、箱もライブハウスのお客さん入ればもっともっと楽しいライブイベント打てるからってところで、実はあんまり知られたところで困る人はいないのかもしれないよね、うん、はい、うん、でもね、まだそのなんかいい感じの伸びしろはあるよ。まあライブハウスはあのあくまでもキャパがあるから、うん、特別さはすぐなくならないと思います。うんうんうん、そうね、特別さがなくなっちゃったら確かにちょっとそれはもったいない感じがするけど、うん、まだそんなことにならないぐらい全然パワーがあるシーンというか、うん、はい、こうやって下北のシーンを見てて、うん、シーン全体で共通するバイブっていうか雰囲気みたいなのはあったりすると、そうですね、思ったのはライブハウスの雰囲気はナイトクラブよりも美術館に近いと、うん、みんなやっぱり踊ったりとかするために来てますけど、うん、まあ主な目的は鑑賞ですね、うん、アートを見に行ってるみたいな、そうそうそう、うん、そこはすごく素敵だなと思って。それはロンドンとかのシーンと違うっていうこと？ロンドンのライブの方がお客さんが激しいというか、みんな爆踊りしたり去年末ロンドンのザ・デバティーンズのライブに行ったんですけど、本当に激しくてぶつかり合ったりとかして、ね、まあ、パンクだもんね。そう、なんか踊りはある意味で鑑賞だと思いますけど、まあ、やっぱり日本のお客さんの方がちょっと落ち着いてる、うん、国民性もあるだろうね。そうそうそう、まあ、The 1975のサマソニックの様子をイギリスのデーリングフェスティバルに比べたら、うん、まあ、すぐその国民性が多いなるほどね、美術館に行く感覚っていうのはでもちょっと面白いですね。パンクで言うと俺この間おとぼけビーバーのライブ見たんだけど、それこそバンド自体がもうダイブとかするようなバンドだから、うん、なんかそういう瞬間はみんなでわって盛り上がって、うん、もうシュピットみたいな感じになるんだけど、またすぐみんなこう、うん、離れてそれぞれでなんか楽しんでるみたいな、おとなしい国民性だよなっていうのは、そういうの見ててもちょっとね、思うっていうか日本はなんかライブハウスが初心者でも入りやすいな。あー、ね、そっかそっか、女性とかでも全然来やすいし、うん、そうですね、うん、まあこの辺のほとんどのライブは男女率は五分五分で、それもいいなと思います、ね、確かにそれが結構世界に誇れることなんじゃないかな。本当にそうだと思います、うん、ナイトクラブと違うとナンパしに来る人そもそもいないし、ナンパは日本だったら多分クラブカルチャーと思う、うん、ライブハウスにナンパしに行こうぜっていうのは多分あんまりいないんじゃないかそうそうそう、まあ、周りの人が目的じゃなくてバンドを見ることが目的だから、そうだよね、うんうん、なんかこれからライブハウス実際に行ってイベント見たいみたいな人とかにおすすめしたいこととか入り口になりそうな情報とかってありますか？そうですね、やっぱりアーティストを知らないと、まあ、どこから始めればいいんだって迷うと思いますね、うんうんうん、ライブハウス多いしとにかく行ってみることがとにかくまずはね行ってみて、そうそう、今日撮っているのはベースメント下北沢はベースメントバーっていう場所ですけど、うん、ここのイベンターさんはすごいセンスがいいから、うん、だいたいここにイベント来るときはアーティスト一つしか知らないけど、ついでに4つ5つぐらいのアーティストも見れて、うん、全部いいから全部いい毎回楽しいです。だから全く知らなくても、うん、ライブハウスごとの色っていうか、あ、ここのブッキングはめっちゃ信用できるな、うんうんうん、みたいなのとかもね、だんだん分かってくると自分の好みで、ここ行けばとりあえず絶対なんかいい体験ができて、うん、新しい音楽を知れてみたいなね。そうですね、そういうのにつながりそうだよね。お気に入りはベースメントバーと隣の3っていう場所と、うん、あとリブハウスっていう近くにある、うん、場所ですけど、ライブハウスはそんなジャンルとかにこだわりはないから、うんうんうん、正直入る前にどんなイベントを見るのかわかんないことが多いんですけど、ライブハウスから始めてもいいし、アーティストを調べてまずライブ行ってみてから広がっていくから行ってみてほしいです、うんうん、今後日本のインディーシーンがどうなっていくと思う？メインストリームもちょっとオルタナっぽくなっているのは、うん、アンダーグラウンドにとって強みになるかなと思いますが、まあ、そんなすぐ変わる気配はないと思いますけどね、うん、このままこのインディーズのアーティストは頑張って続いて、うん、でももうちょっとレーベルとか大企業の音楽会社がこっちに目を向けて
来るのではないかと思います、ね、うん、そろそろ本当に音楽のロックの歴史の中でも何回かそういうタイミングってあったと思うんだけど、それこそニルバーナが出てきて、じゃあシアトルのアンダーグラウンドの、ね、バンドが全部メジャーから出ていくみたいな。でも日本ってそういうのは多分今まで一回もなくて、だからもしちょっとそういう象徴的なシーンを背負うみたいなバンドがひょって出てって、で音楽性もそのまま変えないで売れちゃうみたいなのが起きたら、もうみんななんか一気にね、すごい表に出てくみたいなのはあり得るのかなっていうね。そうですね、まあ鍵があるとしたら、まあ、海外かなと思って、逆輸入起こるのかなと思って、まあ、それはちょっとでも日本人っぽいよね。結局海外がいいって言ったら急に、あ、大事にしなきゃみたいな。そうですね、まあ、おとけビーバーもある程度そうだと思うし、あ、まあまあ確かに、まあ、チャイとか春眠りっていうポエトリーラップのアーティストも最近アメリカツアーもやってきたし、それがこれから続いたら逆輸入起こるのかなって思ってますね。なるほどなるほど、はい、まあ、ドキュメンタリーを通して起こせないかって願望があります。願望がね、はい、ハリーの願望は逆輸入を通して日本の音楽界に革命を起こすということで、はい、まあ、俺もねそういうこと、海外にもっともっと邦楽を出していくプロジェクトを温めてるのがあるんで、本気で取り組んでいきたいよね。はい、はい、ということで本日ゲストにハリーをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ドキュメンタリー映像が公開されているチャンネルの方は概要欄の方に貼っておくんで、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、ここからもまたどん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 出てくるんだよね。はい、そうですね、取材したアーティストが山ほど、山ほどいるこれから頑張ってできるだけ撮って世界に見せていきたいと思ってます。いや素晴らしいですね、本当心強いと思います。ありがとうございます。はい、ということでミノミュージックでした。それでは。